はい、カメラマンの石山です。今日はですね、この私が使ってる富士フイルムの XE3、 これで使える、フルサイズ換算の50mm ぐらいの焦点距離のマクロレンズが欲しいなという話をしていたんですけども、今までお話しした中で言うと、キヤノンの EFS の 35mm の、マクロレンズですね。LED ライトが前についてるタイプですけども、あれが第一候補です。フリンガーのマウントアダプターを介して使うっていう、これフリンガーのマウントアダプターなんですけども、これをとの組み合わせがすごく良かったので、まあ今購入としてはもう第一候補になってるんですけども、ただですね、まだ購入はしていません。それで、まあただお盆のね、期間中とかにちょっと花も写真撮りたいなと思っていて、なんかいい手はないかなと思っていたところで、キヤノンの EF の 35mm の F2 のレンズですね、L レンズではない方ですけども、あれのですね、焦点最短撮影可能距離が確か意外と寄れたなと思って、カタログで見て24センチまで寄れることが分かりました。で、24センチっていうと結構ね、近くまで寄れるので、もしかしたらいいかなと思って今日ちょっと撮影してみました。そうするとね、マクロレンズではないんですけど、まあ結構使い勝手もよくて、画質もすごく良かったです。富士の純正のレンズにこういう、MCEX の11とかですね、まあこれですね、あと16とかこういうのを使って、まあ接写をしようとしてたんですけど、なかなかちょっとやっぱり使いにくくて、どうしたものかなと思ってるところで、 EFS の 35mm が一番いいんじゃないかなと思ってたんですけども、今この動画撮ってるのが EF の 35mm の F2 のレンズで撮ってます。カメラは R なんですけども、この組み合わせ、その XE3 と、EF35 の F2 のレンズの組み合わせが思いのほかちょっと良かったので、この後写真をちょっとだけ見ていただこうとは思っていますけども、まあ多分1、2枚しか撮れてないんですけど、このフリンガーのマウントアダプターとの組み合わせも全然問題なく、オートフォーカスも迷わない、まあ多少迷ってるのかな。でも、オートフォーカスもマニュアルフォーカスも切り替えはすごく楽で、使い勝手は良かったです。で、同じ 富士の純正の XF の 35mm F1.4 の R のレンズですね。あれもすごく描写が良くて評判がいいんですけども、あのレンズ、マクロっていう表記があって、0.28から2メートルまでがマクロっていう表記になってて、で通常だと0.8からっていうふうになってるんですけど、実際ね、ちょっと使ったことがないので、どういうふうになってるのかは今説明ができないんですけども、まあそのレンズよりも EF の方が4センチ寄れると。で、接写の時の4センチって結構大きいので、その4センチのアドバンテージはちょっと魅力があるなというふうに感じてます。まあでもね、一番いいなと思ってるのは、もう当然 EFS の 35mm の F、あれは1.8だったかな、のレンズなんですけども、まあそれが手元に来るまではちょっと同じ EF の 35mm の F2 のレンズで、花の写真とかちょっと楽しんでみたいなと思います。ということで今日はありがとうございました。